はい、こんばんは。本日は SG 焼酎麦を使ったカクテル、大人の麦チョコ、こちらを作っていきたいと思います。正直なところ、この麦がですね、一番僕の中でカクテルにするのが難しくて、結構麦自体でも結構バランスが取れちゃってるんで、これさらにカクテルっていうと、なかなか活かしきるのが難しかったんですけど、公式ページにですね、麦ならではの香ばしさにバニラやチョコレートのニュアンスを感じる丸みのある仕上がりというあのフレーズがありまして、それにのっとって、たまたま見つけたこのダークチョコスプレッドを使って、カクテルにしたら面白くなるんじゃないかなと。実際のところ麦自体が複雑なので、レシピ自体はシンプルなんですけど、麦が結構複雑に味を構成してくれるので、なんか結果うまくいったような形になってるような感じです。見た目だけでいくと結構甘そうに見えるんですけど、結構このダークチョコスプレッド、これがあまりそのめちゃくちゃ甘い感じじゃないんですよね。で、あとチョコレートビターズでちょっと苦みを加えて、最後の余韻の甘さっていうのをすっきり切れるように、それからこのスモークですね、スモークの方で、燻製することで、こう味の香りの深みというか香ばしさというか、そういうものをちょっと与えてあげるという感じですね。で、食感的な部分でアーモンドのちょっと粗く砕いたもの、こちらを飲みながら食べることで、なんかちょっと味の変化というか楽しめるようにしております。ご視聴ありがとうございました。